構ガサガサしてるからね、こっちの方は。結構な道ですよ、これ。道なき道を行く感じ。楽だね。こういうようなゴツゴツしたこの木のカシの木の皮を剥いで、あのコルク作る。緑のこの綺麗なふかふかで、なんか落ち葉のカーペットみたい、ね、落ち葉すべりあーわいわいわいこっちが西洋タンポポ、画面向かって右が西洋タンポポ、左が、うん、日本タンポポ、うん、どう違うんですか、裏の額の曲がり、額の曲がりが違いますやろ。あ、本当だ本当だ本当だ。炭そのも、炭を知ってるかな。炭がわからないと思う。炭って言っても炭を何にするんだろう。バーベキューが一番簡単。あ、そっか。だいたいこういう伏せ焼きっていうやり方とかで、最近はドラム缶の立て方っていうのはいい炭が焼ける。これに書いてみて、紙に書いてみて、紙に書いてみて、これどうやって、お星様か、ゆずちゃんのこの柳の炭のデッサンにハマりまくってます。今は何を作ってくれてるんですか。お箸。お箸。おお、竹のお箸。缶を動かすより竹の方を動かした方が多分安全やね。ちょっと来て。これをこうやって例えば足の上に乗せるやん。でこれをこうやって引いたり。こうやって。でっかいね。スカートみたい。あ、スカート。ほんまやで。これは何の天ぷらですか。タラの芽。タラの芽。はい。さて、待ちに待ったお昼ご飯タイムです。いい食べっぷりよね。うまい、うん、早っ。あのところでやられると太ももに大穴開く、うん、へえ。ヤマト君さ、イノシシ出会ったことあるの。あるよ。わお。色もあるで。あの、みんなあんのか。はい、ここ到着。ここが、うん、なんか涼しいやで。ほらな、入ってもいいよ。ほんま入ってもいいの。ありがとう。うん、楽はしてるけど、もはや天然洞窟に近い。見てみ、天井すごいね。根っこだらけ。うわ、ほら、本当だ。もしいろんなものを置いてるやん、うん、これ、うん、あの芋を中心の貯蔵庫にしようとしてる。あ、そっか。で、これ今どぎてやるの、この土を。秘密基地みたいな感じ、うんうんうん、コウモリの巣穴。おお。それにたまに帰ってきおる、夜とか。今いるんかな。多分いいと思うねんな。みたい。これって楽しいね。先生、これは何ていう遊びですか。これリングリングゴルフといって、はい、どんどん投げていって、そういうもんからポイポイと入る。よいしょ、おー、いいね。はい、体験で、結構竹割りとか火起こしとか子供もすごく楽しんで、自然を体験できてすごく良かったです。やっぱりこういう、なかなかこう、自分らで作っていくっていうのはやっぱりもう既製品に頼ってるところがあるので、うん、このようにこう近くでいろいろ体験させてもらえるっていうのはすごい貴重な体験になって。楽しかった人。はい。美味しかった人。はい。よかったね。よかったね。楽しかったね。また来る。また来る人手挙げて。はい、はい、やっぱ子供たちにあの山遊びの楽しさ、山のことをやっぱ経験してもらいということで、有志を募って、で今年で4年目ですか、5年目なのかな、5年目ぐらいになります。琵琶湖に面した山はウヌギとかコナラとか
薪用に昔植えられたそうです。で芝にしたり薪にしたりして大宮八幡とか大須とか燃料今の石油とか石炭とか電気とかこういうのに使われたと思いますね。ここでの活動でもその場にあるものをその時の状況に応じて自分の集まで思いつきみたいなことも含めて何か作っていく、そういう面も含まれてます。同じ時代の横のつながりを作っていくということでね、同時にやっぱり縦の、次の世代次の次の世代縦につないでいくっていうね、そういうことをやっぱり意識しながらやろうということ。